あ、これなんかちょっとこう、はい、いいですよ、これ。切り込んでますよ。ホロスタとホロライブの絡みがもっと増えてほしいと思っています。なかなかコラボの機会がないのはなぜだと思いますか？これは、私答えましょうか。はい。簡単ですよ。理由がな。うん、これ別にホロスタとホロライブだからじゃないんですよ。うんうんうん、シンプルに関わったことがないからコラボしてないだけなんです。みやびくんなんで二次三次の人と絡まないんですかとか、アルランディスなんで二次三次のあれの人と絡まないんですか、うん、そもそも相互フォローじゃないし喋ったことないんでみたいなのと同じレベルなのよ。まあでも確かにそうだよね、だと思うよ俺は。うん、しかもさ、ホロライブの中だけでもすっごい人数いるのに。そうだね。その中でさえもさ、コラボそんなにできない。あー、まあホロライブ同士でもってことだよな。そうそう、基本は YouTube のチャンネルって自分だから、うん、ずっとコラボしてるわけにもいかないし。確かに確かに確かに。ってなったら月に多分4回とか5回でも多いくらいじゃん。そうだね、週1でやってたら相当よ。そうそう、その4回とか週1とかの1回をじゃあどうするってなった時に仲いいことやりがちじゃない？まあ、そうなると思うわ。だってね、喋ったことある人の方が安心してコラボできるしね。そうそうそう、たまには初めましてだけど喋ってみようかなっていう人がポンって入ったってだけで、別になんかそれ以外の理由があるとかではないと思うかな。そうだね、だからなんか本当に4人とか6人とかのコラボで2人知らない人がいて仲良くなりましたとか、そう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 、そっからつながりましたとかじゃないと、やっぱ初対面、うん、初っ端差しでコラボは結構なかなか距離感の詰め方バグってるよ。俺何回かやったことあるけど、うん、うん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 。じゃあ次いきますね。はい。女性や登録者数に差があるコラボだと、うん、ファン目が届くって本当ですか？届きません。コラボするなみたいなってことじゃない多分。誰がそんなこと言うの？なめんなみたいな。ああ、こんなに差があるのにみたいな。そう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 、今の状況とかもそうよ。差があるのにコラボしてるみたいな。正直ね、まないないし。ないね。もし例えば今後ね、そんな人が現れたとしたら、おめえには関係ねえ、マジで。強いな。こっちが良くてコラボしてんのに。何を気にしてんの君は？何の数字を気にしてんの君は？何、誰、どこの目線で喋ってんの？野号ですかみたいになるよね。確かに。あ、そうそう、それがさ、例えば谷郷さんが、うん、その方針でやっていきましょうとか言うんだったらね、うんうんうん、わかるよ。そうだね、会社の社長だから、社長としてね。そう、社長でもない、ましてや社員でもないのに、もし今後言ってくる人が、まあ、今はいないけど、うん、出たらお前は何ってなる。どちら様なのってなるよね。そうそうそう、そ、言われても気にしないかな。ただの持ちだし、そいつらは。わお、強い。確かに。でもそうだね。でも俺のところにも来ないから、そうそう、みんなお行儀はいいと思うよ。いや、本当に行儀よくて、そうみんな、はい。ブランディングのために男性を避けてるホロメンもいると思いますが、そういう情報はホロスタの中で共有したりしてるんですかっていうのがね、あります。ないです、うん。まあそもそもさ、運営さんにダメですって言われることってないから。ないね。本人たちがどうするかだからさ。そうだね。ね、本人がそのコラボしたいかしたくないかみたいな。知らないね、誰が男性 NG か。俺正直だし、わざわざ別に声かけない。手当たり次第コラボしたいわけじゃないし俺も。うん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 、俺に関してはね、ホロライブの女性全員とコラボしたいですみたいな目標は掲げてないから、うんうんうん、なんかコラボした時に面白くなりそうな人とかで名前あげたりするけど、話してみたい人とかで名前あげたりするけど、そんぐらいだよね。そのなんか女性だからとか男性今日 NG だからっていうよりは、うん、なんか人としておもろいかおもろくないかみたいな話だと思う。うーなー、うん、うん、割と自由な事務所です。事務所、そうですね、事務所自由だと思いますね。そんな感じです、はい。